日本 IBM 箱崎事業所は東京都中央区日本橋箱崎町にある日本 IBM の事業所。1989年に開設2009年10月より同社の本社となっている。隅田川右岸の隅田川テラスに面する IBM 箱崎ビルの高層旨に入居している。当事業所は同社内で最も従業員数が多く同社の本社機能のほかに 主に営業部門やサービス部門が入居し、最新の製品、サービスのセミナーやプレゼンも行われている。また、2015年には NB 会、トヨスキャナルフロントに入居していた同社の豊洲事業所が閉鎖となり、当事業所内への移転集約が実施されている。当事業所及び、 同社本社が入居する IBM 箱崎ビルは、三井倉庫旧本店跡地の再開発により、建設され、かつては三井倉庫箱崎ビルという名称であった。1989年3月竣工、建築設計は竹中工務店、所有者は三井倉庫。地上25階、地下3階、高さ約108メートル、敷地面積。 約2万4000平方メートル、延べ床面積約13万6000平方メートル。1990年には、同ビルの建築が評価され、日本建設業連合会主催の第31回 PCS 賞を受賞している。当事業所などが入居する高層棟の他に低層棟があり、IBM 箱崎ビル内郵便局、ファミリーマート、企業内保育施設の 小賀も保育園などが入居している。また、かつては、木の国屋書店、JTB、三井住友銀行などのテナントも入居していた。ありがとうございます。